はいどうも、関西クラクラクラブのコミです。さて、本日はですね、こちらの対戦なんですけども、あのね、私の、ドイツ引っ越しの壮行会ということで、まあ、いろんなね、あのクランから、メンバーが集まってくれて、あのサブリーダーたちがこう企画してくれた、合同対戦やりました。50人対50人のね、で無事ね、あのベトナムのクランかな相手は、勝利することができたんですけども、まあ、このね動画、あのどんなクランの方が参加してくれてるのかなとか、あとはまあどんな風なね、攻めがあったのかなっていうのは、私のライブのね、生配信のリプレイがまた、チャンネルに残ってますんで、そちらをご覧いただければと思うんですけども、今回は、まあ、これから何回かに分けてね、その対戦の中の、まあ、すごいね、その、まあ、いいアタックいっぱいあったんで、エッセンスをもう少しこう絞り込んで、いつもの、ね、ような形でお伝えしていきたいということでね、これから何本か、ね、動画を上げていきたいと思いますので、お付き合いいただければというふうに思います。で、まず1回目はですね、ネクロマンサーの仕事っていうのをね、ちょっとお話しさせてもらいたいなっていうふうに思います。で、ネクロマンサーっていうのは、まあ、当然ながら、スケルトンをこう生成しながらね、壁の中にどんどんこう入っていって、ターゲットを集めながらネクロ本体も攻撃していくっていう、まあ、そういうユニットになってるんですけども、これですね、チサさんが攻めてくれたこのアタック、まず見てもらいたいと思います。これ実はチサさんの前にも1回攻めてる方がいて、秘書権ではあるんですけども、その方もね、ほぼほぼ 90% ぐらいの、アタックで惜しくも全開逃したんですね。まあ、それっていうのは時間切れが原因だったんですよ。あのクイーンがね、途中でやられちゃって、最後ね、全開しきれなかったってところだったんですけども、アタックそのものは、まあ、ネクロをね、多めに入れた、その時は確か、ネクロ、まあ、ネクボ中心かなだったと思います。まあ、今回ね、チサさんの方のアタックは、ホグライダー少し混ぜてますんで、まあ、純粋なネクボというよりは少しの変化系ですね。で、まあ、プランニング的なところをまずお話ししていく と、まずね、ここの角っていうのを、食い火でこうきっちり削っていって、でこういうふうにね、ネクボを回していくと、まあ、いうようなイメージです。で、ホグライダーはまあ適宜当てていくって感じですね。で、この配置まずパッと見てもらって、皆さん、あの印象として感じるのは、一個一個の壁の区画がでかいなっていうことですよね。まあ、例えばですけども、これね、壁が少し分かりにくくなってるんで、書いていくと、あと、まあ、その前に今回はあれか、一回かかるのちょっといきますね。一回流しましょうか。流してみていって、で、ちょっともう一回この画面ね、呼び出して、見たいと思います。で、どんな風にね、攻めたかっていうところを少し、詳しめにお話ししていきたいと思います。で、ここでトームですね。しっかりとギガテスラの爆破ダメージ、あのスケルトンやあとポーラー、あとまあネクロ本体っていうのは一発でね、こう、1000のダメージを与えてくる、このギガテスラの爆破ダメージは耐えきれませんので、そこをしっかりトームで回避することによって、最後ね、今ここにいるシングル IT、 これをしっかり破壊することができてますね。クイヒが生き残っていれば、もうほぼほぼね、このアタックは全開取れることが分かっていたので、もう多分チサさん的には余裕だったんですね。もう最後、ホグライダー7体プラス0時残しですからね。もうこのドヤホグとかがね、今9時12時面からゴリゴリ出てきて、0時も落としていってますけども、圧倒的ですね。結構ね、この配置を苦手にしている人は多いんじゃないかっていうふうに思うんですけども、まあ、こんなような感じでね、攻めていくと全然、綺麗に取れちゃいます。で、何がポイントだったかなんですね。ネクロマンサーなんですよ。最後もう一回ね、終わったところがどのくらいネクロが生き残ってたか見てほしいんですけども、4体ですよ。たったの4体しかネクロマンサーを混ぜてないのに、このネクロたちがしっかり生き残ってるんですね。で、ネクロが生きる、配置ってどういうのかっていうと、例えばまあここですよね。壁の間。これ全部空いてますよね、ここ。空いちゃってます。で、さらにここも、こう見ていくと空いちゃってますよね。まあ、ここはギガテスラがあるけど、割とまあ広い角になってますよね。これね、白くすると分かりやすいんですよ、結構壁が。こういう壁になってるんですよね。まあ、つまり、何が言いたいかっていうと、壁の敷居が全然ないんですよ。こういうとことか、こういうとことか、まあ、こういうとことかね。こう敷居が全然ない。こう敷居がない配置に対しては、思い切って、まあ、ネクロを数体混ぜるっていうのを全然、ありというか、
非常に効果的なんで、やってみるといいと思います。まあ、結局スケルトンがやられちゃうパターンっていうのは、あの壁とかにこう捕まっているうちにね、あの迫撃砲だったり、まあ、ウィズ砲とか、まあ、イグ砲の着弾をまとめて下って、全部やられちゃうっていう、まあ、ケースが多いんですけども、まあ、こういう風に、まあ、ネクロマンサーがね、広々と動けるよう、まあ、スケルトンかな、広々と動けるような相手に対しては、まあ、ネクロがすごいいい仕事します。まだね、50% 取った時点で、全然ネクロがこう生き残ってますんでね、これはなかなかですよね。で、ここでフリーズで止めてネクロを延命させながら、爆破ダメージはしっかり遠目で回避としていくことによって、ネクロマンサー、たった4体しかいなかったネクロマンサーが、まだまだこうね、生き残ってスケルトンを生成している。で、タンゴール12になってくると、まあ、特にそうなんですけども、防衛施設のダメージがでかいんですよね。なんですけど、まあ、スケルトンは、どんな施設でも一発食らったら、まあ、死んじゃうじゃないですか。まあ、代わりに、一発は耐えてくれるんですね、別の言い方をすると。相手の、大砲の一撃がどんなに重かろうとも。なので、スケルトンがね、いてくれれば、その分だけ、例えばスケルトンが10体いたとしたら、大砲10発分、グランドウォーデン10回の攻撃分のダメージを吸収してくれるわけですよね。これね、そう考えたら、ものすごいアドバンテージだと思います。ぜひね、こういう広い配置、ネクロがこう、スケルトンがこう捕まっちゃってると、全然意味がないですね、これ。こういうスケルトンは何の仕事もしないんですけど、配置が広ければスケルトンがね、縦横無尽に動き回って、ユニットの前に出て、やられ役を買ってくれますんでね、ぜひぜひ、こういうね、スケルトンの使い方、やってもらいたいと思います。で、別に今度はまあ、本体に少し混ぜるぐらいでもいいと思うんですけどね。で、今回もう一個見てもらいたいのがこれですね。てるてるさんのアタック。これね、いろんな方が、タウンホール11の方が、まあ、7回か8回ぐらいやって、全然取れなかった配置を、てるてるさんがね、ドーピング使って気合で、叩き潰してくれました。これ見ていきましょう。戦術的には、食い引きからのバットスラップですね。つまり、ネクロマンサー、大量積みにコウモリで回していくという感じで、ここですね。嫌なのは、マルチ IT と、あと、ウィズと、まあ、こんな感じですね。この辺の、まあ、これもそうかな。この辺の施設が、コウモリの天敵なんで、そこをどういう風に潰しながら、全体を落としていくか、見てもらいたいと思います。で、今回の村もそうですよね。もうこれはいちいち線を書かなくてもいいと思うんですけど、明らかに広いですよね。区画が、一個一個の区画が。こういう広い区画に関しては、ものすごいね、ネクロマンサーがやっぱ行きます。今回は、ここでクイーンが被弾して死んじゃいましたけども、ネクロマンサーはまだまだこっちに大量に生き残ってますね。この今、一紙面のところを歩いてます、ここもね。で、コウモリたちっていうのは、まあ、中心部に入り込んだコウモリはイーグルコモリちゃんと追ってくれて、で、そのまま主要な施設を全部こうね、潰していってくれてます。まあ、シングル IT を狙ったのかもしれませんが、さすがにここまでいかなかったですね、コウモリは。ただ、見てほしいんですけども、ここまでね、来て、全然ネクロマンサーの数、11、12時方面、いっぱいいっぱいとね、ここに、大量のネクロマンサー。で、こいつらがどんどん、スケルトを生み出しながら前進していって、で、あともうこう見てみると、このネクロマンサーを倒せそうなのって、相手の防衛援軍ぐらいしかいなくなっちゃってますよね。で、こうなったらもうこっちのもんですね。完全にもうスケルトンのご利用して、そのまま一気に全開まで持っていくという格好です。まあ、これすごかったですね。てるてるさん超大喜びしてましたけども、見てたこっちも大喜びですね、これ。完璧と言っていいぐらいにスケルトンがバッチリハマった。で、まあ、そのスケルトンの動きっていうのは、結構読みにくいところもあって、苦手な人がすごいね、スケルトン使うの苦手、ネクロマンサーか、使うの苦手だと思うんですよね。なんですけども、覚えておいてほしいのは、細かい区画にネクロマンサーを入れるのは、まあ、得策ではないです。立ち止まったスケルトンが束になって、そこに、ドーンと迫撃砲が起こってくればやられちゃいますから。だけど、こういうふうに広々ね、してる、区画に対しては、むしろ、2、3体でもいいから混ぜておくと、ずっとね、ダメージを吸収し続けてくれて、主力の延命ないしは、まあ、こんだけね、スケルトンいっぱい投げ込めば、もうこいつが主力に化けますんでね。ぜひぜひ、広い配置を見たら、スケルトンどうやって使う、ネクロマンサーをどうやって使うかな、っていう風なね、発想で考えてみてもらうと、結構ね、なんていうのかな、意外にっていうのが正しいかな。意外に全開までそのままいけちゃう。
ていうふうなケースが多くなると思います。ここね、ぜひこのお二人のアタック参考にして、皆さんもね、こういうでかい、区画を持った配置に出会った時には、参考に攻めてみてもらえればいいなというふうに思います。はい、というところでね、本日は失礼いたしますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。それでは失礼します。バイバイ。